私ね冷凍庫買ったのよ。冷凍だけの機能のある冷蔵庫をね買ったの。ハーゲンダッツ用のね引き出しを作るようになりました。ハーゲンダッツは蓄積しています。なのでいつでも食べるんです。 BJK が黙って食べそう。全然黙って食べてもね気づかないぐらい大量に入れてある。BJK はねうちの部屋の鍵も持ってるし、勝手に入って勝手に出てっても全然いいから、最悪ハーゲンダッツ盗んで出ていける。BJK だけは出入り自由にしてんだよね。合鍵は家族にも渡してないけど。 BJK ね治ってない。コロナになったお友達がいるんだけど、まだ症状がなんか喉が痛いとか言って結構長引いてかわいそうだよね。ちょっとコロナのウイルスとかは消えているらしいんですけども、なんかねあんまりよっしゃ元気っていう感じにはまだならないっぽいんだよね。まあでもとにかく休むということしか言えないよね。ゆっくり直してほしいとしか言えませんね。体のことは本当一番いいのはゴロゴロダラダラして休息でプラスご飯を美味しく毎日楽しく食べる、もうそれしかないよね。わがまま生活していただくしかない。だからとりあえず今ねもうほっといてる、放置。グッチアディダスのやつ PJK もさ、うわマジかよグッチとアディダスイエーイってなって、ネットでね商品の画像とか調べたらね、あまりにもね常人が着れるようなデザインを逸脱しておりましたから、そこまでのやっぱセンスをね発売されるまでに磨いとかないといけないってことだよね。秋冬ぐらいにねあのコラボするんですけど、アディダスっていうブランドめっちゃ大好きで、一応グッチにもね縁とゆかりがあるんで、これは大注目ですわと思って買うしかないってね商品を確認する前から思ってたんですけど、もうさおかしいんだよコレクション見て、これどうやって着るんこんなん、レベル高すぎない？これさ PJK と一緒に見てさ、どうやって着こなすんもうさおしゃれレベル高すぎるからさ、もう無理ゲーと思って、サーチャーでも逃げ出すレベル、いやでも PJK が逃げ出さない可能性があって怖いんだよね。いやでも PJK はさすがにこの写真画像をたくさん見てどれも着れねえやって言ってたけど、あいつたまに誰も買わないような T シャツとか買ってくるから、何それみたいな案件でもらったら着ますか、着るに決まってんだろ、もう案件でもらいましたらもう TKB 丸出しにしてこれが最新ファッションって言って着るわ、当たり前。これ着ないとか皆さん時代遅れですねって、手のひらくるくるよというわけで案件お待ちしてます。ショーで見せる作品はあくまでコンセプト。そうなんだ、よかった、あれ販売するのかと思った。さすがにさ通常の人間でも着れるやつにしてくれるよね。